皆さんこんにちは、若城慎です。松見ゆりやです。今日は先週に引き続き、ホバーコルテから、スイムフットランジ、そしてキックまでの美しい流れを、説明していきたいと思います。それではまずやってみましょう。このような流れになっているんですけれども、割と皆さん目にすることのあるステップだと思いますが、ここでですね、よくありがちな女性のミステイクを説明していきたいと思います。まずキックに関してなんですけれども、キックという言葉の性質上ですね、どうしてもこう格闘技のキックであったりとかサッカーのキックのような、イメージを持っている方が結構いるんですけれども、スタンダードに受けるキックというのは、いわゆるサッカーのキックのようなことはしなくてですね、ストレッチを使った、キックをしていきたいと思います。ではちょっと見ていただきましょう。まずじゃあサッカーのようなキックをしていきます。痛い、はい、これですね痛い、はい、だいぶ足が上がってしまったんですが、今見ていただきましたでしょうか。頭と足が近づいてしまったんですね。スタンダードではこのような形はあまり美しくないので、頭とつま先が離れていった結果足が上がるというようなラインを作っていただきたいと思います。ではキックのパーツだけ見ていただきましょう。はい、見えますかね。頭とつま先が、つま先が離れています。このようにそのストレッチを用いたキックというところを、皆さんちょっと心がけていただきたいと思います。なので高く上げることが、ステータスではなく、美しいキックというのはストレッチをしているかどうかですので、頑張って高く上げようとか、してしまうと、あとつま先がですね、上に向いてしまうんですね。なのでつま先がしっかり伸びている、足の甲に対して伸びているというのを、気にしていただけるといいのではないかなと思います。そうですね、キックをするときにですね、ボディがこう落ちてしまいやすい、このつま先を上げたときに、はい、このような形ですね、っていうのはやっぱり美しくないです。で、男性も非常に右手に負担がかかるので、女性はそのあたりは気をつけていただけたらなと思います。あとスウェイチェンジをするときに男性の気をつける点なんですけれども、上半身を頑張って振らないというところですね。すごく上半身を振っているように見えていると思うんですが、やっていきましょう。ここまでは先週やってます。ここからセイムフットランジに向けて入っていくんですが、この後上半身を振ってしまうと女性のバランスが非常に崩れてしまうので、ヒップからスウェーを変えてあげる。で、ヒップから女性の左足にしっかり乗せてあげる。そしてストレッチから、今僕たちはこのまま右足に戻って、女性がですね、右足に戻っているんですけれども、もうワンパターンとしては、キックをした後に一度起きて、スウェイを戻してから乗り換えるというような、セイムフットランジもありますので、こちらはどちらでも結構です。皆さんの直接でやってみてください。それでは、ぜひチャレンジしてみてください。